宝来竹科は新生端子均衡原竹目の菌類。白い胞子を持っており、多くは硬い柄を持っている。乾燥期の間は萎縮し、雨が降ると回復する能力を持っている。広く、食用として消費されている椎茸などがこれに属する。その他宝来竹属の芝生竹等が、この種として知られている。また、白髪にせ宝来竹属はカカオに、天狗草病。 果実の腐敗を引き起こす病原菌として南アメリカで恐れられている。中国雲南省に自生するトラージアベナノタは同省で多数の中毒死者を出した猛毒菌として恐れられ、アル菌を含んだ2種のアミノ酸が発見されている。2008年の時点では54属1590種類が知られている。宝タケ属は ガンマグルタミルマラスミン酸から血をするフィネートを経て、直鎖有機溶化合物を生成する。乾燥後の水戻しで強いニンニク臭がすることから、西洋ではニンニクキノコの別名を持つ。月夜竹花は、ブリシンスキーによって1985年に初めて、キシメジカから分離して記載された。蓬莱竹花も、 同様にキシメジカからの分離で作られ、双方とも2006年に公的に認められたが、現在では月タケ化は、宝来竹化のシノニムと考えられている。以前月タケ化に含まれていた、熱帯型派族、森の枯れ葉竹族、椎ケ族、白宝来竹族、マイシュティニツ、赤座竹族、月タケ族は現在では、宝来竹化に加わっている。インデックスファンゴラム、 全族のリスト、ザジャーマンページ、ありがとうございます。